あ、船長は2歳で高校卒業して、3歳でハーバード大学出たんですわ。で、あの5歳の時にね、そう、5歳の時に正社員だったのね。おぉ。そう、で、今17歳なんだね。人生経験バケモンだけど。3歳の時に、あ、違う、で、何歳だっけ、3歳の時に、ちょっと待って、3歳の時に、ハーバード出たから英語喋れた、その時は喋れたんですよ。はぁ、あ。でも、あの、正社員になった時の、あの、ね、ブラック企業に勤めたショックで、記憶を失ってしまい、学力がなくなったんですよね。なるほど。そう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 。だから結構ぶっ飛んでるのね。俺は海賊の王になる。ってことで、これの答えは、ね、I'm going to become the king of pilots、うん、っていう感じで、ゴーイングなの？そうそうそう、なんか、I'm going っていうのが、なんか将来のことについて、なんか何々するよっていう、こう将来のことについて、で、to become っていうのは何々になる。なるほど、うんうんうん、これめっちゃ惜しかったのよね。惜しかった？うん、惜しかった。船長の答え、いや全然、船長の答えあれ、はい、はいはい、船長の答えはこちら、I want パイレッツキング。うん、まあでも、うん、惜しいっちゃ惜しい。パイレッツとキングとウォンとこう愛が合ってるからね。うん。スペル以外はね。合ってる部分。そうそうそう。なんか。でも、スペルはどうでもいいって言ってた。あ、そうそうそう。まあ、なんか、でもこれ、文章を見ると、なんか、私は、こう、海賊王が欲しいって言ってるみたいで。はい、あ、でも、うん、でも欲しいと言えば欲しい。だから。え、なんか、ね、その人物が欲しいみたいな。あ、なるほど。まあ、いいそうですね。これ外れてもね。3問目自信あるんで、これは外れでいいですよ。あ、そっか。まあ、こちらですね、結構有名な静かにしなさいってことで、まあ、これ Be Quiet って言うんですけど、船長、え、いや、でも船長もね、惜しいと思うの。これでも正解でもいいと思う。これ、こちら船長の答えこちらでございます。シャーラップ。なるほどね、シャーラップのやつ言うじゃん、言うじゃん。まあまあ、まあ、え、何が違うんですか？これはね、静かにしなさいって結構丁寧な感じで言うんだけど、はい、まあ、はい、シャラップの感じだと黙れよみたいな、はい、黙れって感じで、ああー、ちょっと切れ気味の方なんだ。そうそうそう、ね、切れ気味。まあでもこれもまあ静かにしな、うーん、うわ、ありか、ありなのか。みんなどう思う？ちなみにみんなどう思う？正解か不正解か、どっちにします？セーフだと思う。あ、なるほど。オッケーってことで、じゃあこれ正解。あー、残念だな、罰ゲーム。やったー。みんないいの、罰ゲームやってもらわなくて。いいのか。まあ、いっか。なんでそうやって、揺さぶり。シャーラップ、シャーラップ使っていく。怖ー、怖いわはい、どちらがいいですか？魚のシチュー、うん、それともキノコのパイ？ことで、こちらね、はあ、Which would you like? Fish stew or mushroom pie? ってことで、これはまあちょっと難しかったな。マッシュルームか、そうか、キノコとマッシュルームってなんか別のものとして捉えてたんだもんね。あー、なるほどね。あ、でもフィッシュは合ってるわ、フィッシュは合ってる。ってことで正解はこちら。あ、正解こちらじゃない、違った。え、マリン先生の回答はこちら、フィッシュシチューバーサス、なにこれ、バーサスキノコパイやばいやばい、ちょっとどっちがいいかなみたいな。どうみたいな、どうみたいな感じで、いや、問いかけね、これは。ハワイユー多用しすぎだから
なんか、どうって時にね、使えるかなみたいな。なんでいきなりご機嫌伺い始めたの？だから、その、どっちの気分っていう。ご機嫌、今はどっちの気分ですかっていう、まあ、そんな時にね、使えるいいね、英語がウィッチって使うと、はい、どっちっていう意味になるのよ。あ、そうなんだ、ウィッチってそうなんだ、魔女じゃなくて。そうウィッチって魔女もあるんだけど、スペルが違う方ね。あ、なるほどなるほど、そうねえ、まあ、Would you likeっていうのが、まあ、これはね、もうね、まとめて覚えるしかないと思う。うん、まあ、which would you like?、うん、ってなると、まあ、どちらがいいですか、うん、って感じに聞く分になります。はい。ちゃん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 。ブルブブ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 ブ